はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していこうと思います。今回はこの、豆腐の絞り汁ですね。今まで廃棄物されていたものを再活用する方法が、できたということで、その記事と関連サイト合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。まず記事はこちら、福島民報7月6日ですね、木綿豆腐の絞り汁ハンドクリームに、大杉食品11月発売とあります。はい、記事読んでいきます。田中町の豆腐店大杉食品は、木綿豆腐の絞り汁を素材にしたハンドリッククリームの開発を進めている。愛知県で化粧品開発販売などを手掛けるバナナと連携し、11月の発売を目指す。木綿豆腐の製造過程で出る絞り汁はこれまで利用することはなく廃棄されていた。大杉博社長は、昔から豆腐屋さんは手肌が綺麗と言われている、大豆の成分が肌に効果があるのではと化粧品への再利用を思い立った。亡くなった祖母は絞り汁で手や顔を洗っていたという。豆腐店を継ぐ以前に勤めていた薄い百貨店で一時期化粧品フロアを担当したことも、美と健康に役立つ商品を作りたいと考えるきっかけとなった。今年2月、都内で開かれた飲食関係など様々な業種が集う商談会で、バナナの吉原和正取締役と会って意気投合し、ハンドクリーム開発がスタートした。効能に関する科学的な検証も行っていく。完成後は全国の百貨店などで販売する予定。大杉社長は、新型コロナウイルスの影響で消毒液を使い手肌が荒れている人たちの役に立てば嬉しいと話しているとあります。はい、こちらですね、豆腐屋さんは手が綺麗なんですね。はい、そういうこと。豆腐屋さんが手が綺麗、すみません、ちょっと、初めて聞きましたが、そういうことがあるんですね。はい。で、こちらも、豆腐に限らず、大豆食品ですね、大豆イソフラボンがいいということで、その大豆イソフラボンを目指して、この大豆を原料とした石鹸ですとかクリームですとか、そういったものが既存のものでいろいろ出てます。はい、豆乳を利用したものだったり、ただ今回の場合はそういった食品を使うのではなく、食品の豆腐をですね、作る過程に出るこの絞り汁ですね、記事中にありますが、捨てていたものを使って、ハンドクリームですね、できないで知るということで、なかなか面白いものだと思います。で、例えばこれは似たところではそば湯ですよね。日本そばを茹でた後のお湯なんですが、こちらはそばを食べる過程では捨ててしまうのですけれども、意図的にこうそば湯として飲むことで、その何ていうか、煮汁に染み出た栄養を取り込むことができるという、ことになります。で、今回もこの木綿豆腐を作る過程で出たこの絞り汁ですね、こちらを使うことで、なんていうか、捨てればゴミ、分ければ資源なんていう言い方がありますけれども、そういったものをそのまま、活用するものだと思います。はい、ただ問題はですね、こちらがハンドクリームになったとして、果たしてこうビジネスとして採算が合うのかということですね。体にいいということは間違いなさそうですし、悪い成分というのもそうなさそうなんですが、問題はこの豆腐の絞り汁を使うよりも科学的にやった方が安く済んだ、大量に安くできたということになっていると、あんまりなんていう感じになってしまうので、その辺このビジネスとして採算に乗るかどうかというのが一つの問題だと思います。11月の販売を目指すということでは、そちらの方続編がありましたら公表したいと思います。はい、こちら大杉食品のホームページなんですが、こちらですね、豆腐に限らず大豆製品などを専門とした食品製造会社ということで、基準には木綿豆腐とありましたけども、その他にもいろいろなこう豆腐 この大豆を使った食品などをこう作っているみたいですね。こういう感じですね。はい、豆腐もありますし、この、揚げ物ですとか、おからと豆乳のスイーツなどもこういう形でやっています。はい、こういう感じですね。はい、こういう感じ、プリンですとかこういったものをやっています。はい、実は豆腐に関しては、スペシャリストということなんだと思います。ですそれだけは間違いないんです。さて、こちらが、美容商品になった時、さてどうなのかなというところですね。はい、こんな感じです。こちらのお買い得セットなどもいろいろな豆腐食品、大豆食品などセットになってて、なかなかこちらも美味しそうだなというふうに思いますね。はい、こんな感じです。はい、ここのところに、こういった食品だけでなく、そのうち、11月からですが、10月からでしたでしょうか、11月からですね、ハンドクリームですとか、そういったものも並ぶのも、この秋には並ぶのではないかということですね。はい、お値段ですが、そういったところも注目していきたいと思います。はい、
こちらですね、今回紹介しました記事 の、 この大杉食品のホームページですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひクリックして読んでみてください。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話で皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。